こんにちは、アクセルベルボルトギャラリーの川島真理子です。名坂優子さんは具体の第二次世代の作家でして、円形をモチーフとした作品を1960年代から現在まで作り続けています。具体美術は戦後の時代に起こった世界的なアンフォルメル運動の一部であり、美術歴史の中で非常に重要視されています。その中で名坂さんは同心円のレリーフ作品を落下、樹脂、石膏などの工業用品を用いて作りました。反復する円のモチーフや月の表面のような大作に挑む名坂先生の世界観からは、無限への探求心を強く感じることができます。名坂さんが表現する無限の空間は、禅の教えであったりわびさびの心を我々に優しく説いてくれます。また女性ならではのしなやかで優美な力強さと、戦後を生き抜き時代の最先端の素材を取り入れた作品は、日本の高度経済成長を象徴しています。